ここはアフリカのケニア、マサイマラ国立保護区。赤道直下の大地では、一癖も二癖もあるハンターたちがしのぎを削っています。中でも最も優秀なハンターとして名高いのがこのチーターです。しかし動物界最速といわれるスピードをもってしても、このサバンナで生き抜くことはたやすくはありません。実は名ハンターであるがゆえに、彼らは他の肉食獣に狙われ、その命は絶えず危険にさらされているのです。普通チーターは一度に4頭から5頭の子供を産みますが、この親子はお母さんと生後6ヶ月くらいの娘がたった1頭だけ。食べ盛りの子供を抱え、お母さんはハンティングに向かいます。狙ったのは大型のグラントガゼル。ハンティングによほどの自信があるのでしょう。自分とほぼ同じ大きさの獲物です。雨季が始まり、サバンナは一面背の高い草に覆われています。お母さんはこの草に身を隠しながら距離を縮めていきます。そしてまるで水面下から襲いかかるサメのように獲物に食らいつくお母さん。必死に抵抗するガゼルを草の海へと引きずり込んでいきます。その様子を見つめるものがハイエナです。ハンティングの成功を待っていたのでしょうか。ハイエナはすぐに駆け寄ると、それをこっちに渡せと言わんばかりに脅しをかけます。お母さんは苦労して捕らえた獲物をあっさりと渡してしまいました。一体なぜ？チーターにとって速く走るために進化した体はハンティングに欠くことはできません。もしハイエナと争い怪我でもしてしまったら、それはすぐに飢え、つまり死を意味します。そう、自分だけでなく大切な一人娘までも。獲物を奪われ力なく木陰に横たわるお母さん。時速100キロを超えるハンティングはかなりの体力を必要とします。一日に何度もできるものではありません。こんな時でも娘は元気いっぱい。チーターの苦手な木登りもこなすおてんばぶりです。まるでお母さんを慰めているかのように甘えます。チーターの親子は日の出とともに獲物を探しに出かけます。そして何時間も歩き続けた後、ついに見つけたのです。トムソンガゼルの群れ。この中の一頭を仕留めれば上から逃れることができます。この辺りの草は背が低いため、抜き足、差し足、獲物に気づかれないように腰を落として近づく2頭。お母さんはハンティングの前に辺りの様子を伺います。見渡す限り草食獣しかいません。ハイエナはいない様子。行くなら今です。お母さんは軽やかに走り出すと、ぐんぐんとスピードを上げていきます。一方のガゼルも捕まるわけにはいきません。右に左にと巧みに方向を変えて振り切ろうとします。しかしチーターの本領を発揮するのはここから。お母さんはガゼルを仕留めていました。しかしまたしても面倒な敵が現れたのです。ライオンです。学
然とするお母さん。ライオンは自分の姿を見せつけるかのようにゆっくりと歩いてきます。チーターの体重は60キロほど。それに対しライオンはメスでも優に150キロはあります。勝てる見込みはありません。しかもライオンは時としてチーターの子供を殺すことがあります。お母さんは子供をその場から離れさせるとうなり声を上げて威嚇します。しかしこれ以上の抵抗はライオンに戦いを挑むことになる。お母さんはギリギリまで頑張ります。でもしいけれどチーターがライオンに勝てるはずがありません。お母さん、もういいよ。子供がそんな顔で見つめます。ライオンはそもそもハンティングがあまり得意ではありません。横取りか食べ残しを手に入れることが大半とも言われます。それゆえハンティングの上手なチーターは絶えず狙われるのです。強い力をハンティングに使おうが横取りに使おうが、最終的に獲物を胃袋に入れたものが勝ち。サバンナは力こそ全ての世界。親子はそれをまざまざと見せつけられたのです。チーターがハンティングに成功するのはおよそ5回に1回と言われています。この数字は肉食獣の中でも群を抜いて高いとはいえ、2度も獲物を奪われたことは大きな痛手です。お母さんは先ほどの疲れも取れぬうちに次なる獲物を目指します。もう失敗は許されません。さあ今度こそ。しかしトップスピードに入る前にお母さんは諦めてしまいました。どうしたというのでしょう。またしてもライオンです。横取りしてやると言わんばかりにこちらを見つめています。これではハンティングをしても無駄。諦めるしかありません。それどころか一つ間違えば子供に危険が及ぶかもしれないのです。いくら働いてもその報酬がライオンに奪われるのなら気力も失せるというもの。そんな親子の前を餌をくわえた自裁長が悠然と通り過ぎていきます。捕まえたのは山のようなカエルや昆虫。チーターの食べ物にはなりませんが、この時だけは娘も羨ましそうに見送ります。このまま大切な娘を飢え死にさせるわけにはいきません。お母さんは密かに獲物を探します。しかし運悪く目の前を行くのは数頭のシマウマだけ。これほど大きな相手ではいくら名ハンターのお母さんでも少し荷が重すぎます。そして何よりもチーター親子の背後にはライオンの姿が。これでは何度ハンティングを成功させてもライオンたちを喜ばせるだけです。空腹もすでに限界です。元気だった娘もいつしか眠り込んでしまいました。いつかきっとお母さんがお腹いっぱい食べさせてくれる、そう信じながら。太陽が一番高く昇る頃、親子にチャンスが訪れました。気温が高くなり、暑さでライオンたちがバテ始めたのです。ライオンは本来夜行性。照りつける日差しの中を動くことは苦手な動物です。しめた。今なら引き離せる。
チーターの親子は暑さで動けないライオンを置き去りにして歩き出しました。チーターがハンティングをするのは早朝と夕方。彼女たちにとっても暑い日中は苦手な時間帯です。しかし今はそんなことを言っていられません。お母さんは他の肉食獣がいないか見回します。いるのはジャッカルだけ。小型のジャッカルなら敵ではありません。お母さんは慎重に草の中に溶け込みました。ガゼルが目の前を通った瞬間、突然草の中から襲いかかるお母さん。カメラも捉えきれないほどのスピードでガゼルを追い詰めていきます。あまりの速さに娘さえもその姿を見失ってしまいました。お母さんはどこに？そしてハンティングの結末は？大丈夫。お母さんはちゃんとガゼルを仕留めていました。しかしお母さんチーターは急に不安に駆られます。子供の姿がないのです。もしもはぐれてしまったら肉食獣の餌食に。必死に娘を呼びます。いました。お母さんの声を聞きつけ駆け寄ってきます。しかしここで安心はできません。またいつライオンやハイエナが狙ってくるか分かりません。安全な場所まで獲物を運ぶつもりのようです。食べ終わるまで獲物は自分のものではないのです。チーターの親子は小さな木の陰でやっと食事にありつくことができました。待ちに待った瞬間です。それでも不安なお母さんは辺りを見回します。先ほどからつきまとっているジャッカルはただじっと食べ残しがあることを期待して待つのみです。優秀なハンターゆえにチーターが抱える苦悩。チーターはライオン、ハイエナといった同じ肉食獣たちに絶えず狙われ、激しい生存競争を戦い続けているのです。今回の厳しい経験はやがて独り立ちするこの娘が生きていく上でも貴重な財産となることでしょう。